どうぞ。読み終わりました。はい。はっきり言ってどんどんつまらなくなってきている。例の警官の下りなんですが、はい、私は納得してないんです。お、本、私は警官の大河原である。おいこら貴様ら何をやっとるんだ。どこが問題なんですか。何の必然性もない。ちょっと待ってね。お願いします。ここで足止めを食らっている間にもどんどん初日は近づいてきてるんです。お熱いね、ガリオニ。そして見逃す。何か問題が。どこが気になるんです。素人の考えたことだと思って聞き流してください。お願いします。例えばね、警官は誰かを追っているというのはどうだろう。いいかもしれない。いや、思いつきだろ。いや、案外面白いかもしれないです、滝さん。二人は再び抱き合っています。川一さん、大宮さん、そこへまた戻ってくる警官オーガー。セリフをお願いします。なんだっけ。今はこっちに男が逃げてこなかったから。泥棒ならあっちじゃないかな。あっち、あっちとはどっちだ。いいじゃないですか。今自然とセリフが出てきた。くそ、どこへ逃げやがった。おまわりさん、あっちですよ、あっち。あっちか。あ、みんなあっちだぞ。ねえ、本当にあっちだぞ。こっちだよ、こっち。いい加減にしなさい。あ、やややや、素晴らしいです。大したもんですよ、さきさかさん。お湯を成就させるためには、もはやこの薬を使う以外手はないのである。昨夜私が飲んでみた。どうでしたか。あ、朝まで一睡もできなかったが、何の異常もなかったよ。睡眠薬の意味がないじゃないですか。楠木さんね、はい、これはどうしても入れないといけないセリフかね。猿股死刑は外せませんね。結構。ありがとうございます。他に問題は。佐々木さん、私はあなたが立ち向かった権力の末端にいる人間だ。そんな話を聞いて放っておけると思いますか。佐々木さん、違うんです。人を甘く見るのもいい加減にしたまえ。私とあなたの血比べだ。